視察に訪れたのは台湾の食肉商社やレストランのシェフなど12人です。人吉市の牧場や宇城市の食肉処理施設を見学しました。杉本本店によりますと、2年前から黒花牛の台湾への輸出が始まり、昨年度の輸出量は23トンでしたが、今年度は4月から9月までの半年で40トンと急増しているということです。台湾のレストラン関係者は、黒花牛は肉に甘みがあり、脂身もあっさりしているので、台湾でも非常に人気が高いと話していました。杉本本店では今回の視察をきっかけに、さらに台湾との関係を深め、輸出量を増やしたいとしています。